生物活動が活発だった太古代、今から40億年前から20億年前までの10億年間は太古代と呼ばれる時代です。地球史の前半にあたりますが、冥王代と比べれば地質学的証拠がたくさん残っており、多くの研究がされています。とはいえ非常に古い時代であることには違いなく、地質学的証拠も不完全なため、その解釈もなかなか難しく、まだよく分かっていないことが多いと言えます。当時の地球環境は堆積岩の化学分析に基づいて議論されています。チャートという堆積岩中の酸素の同位体を用いた研究によれば、30億年以前の海水温は55から85度以上もあった可能性があり、30億年前くらいから徐々に低下して現在に至ったようです。チャート中のケイ素の同位体を用いた推定からもほぼ同じ結果が得られています。ただし酸素同位体は変性作用によって大きく変化しうるので、その解釈が難しいのです。それらは海底熱水作用の影響を反映した温度であり、海洋の表層水温ではないとする反論もあります。海洋表層水温を反映していると考えられるリン酸塩の酸素同位体比を用いると、当時の水温は30度程度であったという報告もあります。しかし最近全く異なるアプローチによる研究結果が発表されました。それは光合成を行う細菌であるシアノバクテリアのゲノム配列に基づき、分子系統学的手法で復元した祖先型タンパク質の熱安定性を調べた研究です。シアノバクテリアは光合成生物ですから、海洋の有光層と呼ばれる太陽光が透過する浅い領域、深さ100メートル程度に生息しています。得られた実験結果から、シアノバクテリアの祖先型タンパク質の熱安定性は時代を遡るほど高い温度になり、約30億年前の海水温は70度以上であったということが示されたのです。このことから太古代は現在よりもはるかに高温環境だったか、少なくとも現在以上に温暖であったことは間違いなさそうです。このことは後で述べるように大きな矛盾をはらんでおり、その説明には大気組成が現在とは大きく異なっていたことが必要であるということになります。また太古代においてはすでに生物活動が活発だったらしいことが地質調査によって示唆されています。当時の生物はすべて単細胞の微生物、生物の分類でいうと原核生物、すなわち細菌および古細菌であり、動物のような骨格や殻を持たないため化石としてはほとんど残らないのですが、ごく稀に形態が保存されている場合があります。そのような微化石と呼ばれるものが西オーストラリアのビルバラ地域における約34億年前の地層から発見されています。そうした研究によれば化石の形態は非常に複雑かつ多様であることが分かりました。ただそれがどのような生物だったかはよく分かっていません。一方微生物の活動によって
形成される構造物は地層中に残るため、間接的に生物活動の有無を知ることができます。特にストロマトライトと呼ばれる構造物は原生代や太古代には普遍的に見られます。ストロマトライトとは、現在でも限られた地域で形成されており、シアノバクテリアの作用によって、有機物や砂、泥が層状に堆積して作られるドーム状の構造物のことです。しかし、古い時代のストロマトライトには、通常は生物化石や有機物が残されていないため、果たして本当に生物起源なのかが疑われます。しかし、西オーストラリアのピルバラ地域における約27億年前のストロマトライトの微細構造を詳細に分析した結果、有機物が残されていることが分かりました。すなわち、生物が関与した堆積構造であることが確実だと考えられます。また、同じく、ピルバラ地域に分布する約35億年前の地層からも、ストロマトライトが確認されたとする報告があります。それが、どのような生物の活動によるのかはわかりませんが、こうした生物の活動はかなり古い時代からあったと言えるようです。補足。ストロマトライトは卵巣、シアノバクテリア類の死骸と泥粒などによって作られる層状の構造を持つ岩石のことである。特に内部の断面が層状になっているものを指す。ストロマトライトは卵巣類と堆積物が何層にも積み重なって形成される。1、卵巣類が砂や泥の表面に定着し、日中に光合成を行う。2夜間の休止期には泥などの堆積物を粘液で固定する。3、卵巣類は呼吸するために上部へ分裂し、翌日には再び光合成を始める。この繰り返しで、ストロマトライトは徐々にドーム型に成長していく。成長速度は非常に遅く、1年に数ミリメートル程度しか成長しない。なお、ストロマトライトの断面にある縞模様から、当時の1日の長さが推測できる。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。